あーちゃーん。難しい。あーちゃーん、じゃあ違う曲にしてみよう。それあいみょんだっけ？これあいみょん、裸の心。うん、それはじゃあ難しいんじゃない？もうちょっとだけ挑戦していい？サビ。うん。この受けてるやん。あーさ、ちょっとできたんじゃん。ちょっとだけできた。ちょっとだけできたんじゃん。そう、あーちゃんは紙の楽譜からついにデジタル楽譜に切り替えました。だって広瀬香美姉さんもさ、 iPad やってたよ。姉さんなの、うん、いつからそんなさ存在になったの、ふうくんの中で。ずっと動画見てるでしょ、ふうくん。動画見てるんだよ、広瀬香美さんの。 ずっとだよね。まあ見てますね。ね、何回も見てる。しかもずっと聞いてるそれを。でも、あの、クーってめくれなくていいから、その、シュッてやればいいもんね。だって前までは、なんとかで、シャン、シャンってやって、それがパーンって破れたりとか。あーとか言ってね。そう。何個も破けてるんだけど、でもそれもね、思い出というか、ここに振ったりとかできるから、まあ、私は紙も多分これから使うとは思うんだけど、本気でやりたいやつは。あーなるほど、ね。ちょっと弾くみたいな感じでやるんだったら、全然、こういう、ね、電子楽譜っていうのね、うん。これ書き込みとかできるんじゃないの？できるのかな？あ、書き込みできる。こうして、これはそうだよとか。あ、できる。すげえ。やばい。そう、あーちゃんは最近、最近の曲を練習してるんだよね。そう。もうなんか最近ね、いろんな新しい曲が出てきてるじゃん。で、生放送とかでさ、なんかこれ弾いてよって言われてもさ、うん、なんか、最近の曲弾けないとちょっとダメだよね。なぜここに、こんな布団がパコーンってあるかというと、俺が、あそこの部屋に本当はここの、この布団があるんだけど、あそこの布団に俺が吸収されてしまうので、あーちゃんここに持ってきました。そうだよ、すぐね、ゆうくんはね、寝るんだよ。じゃあ、違うよ、だって、どこよりも居心地がいいのがなんかこの辺なんで、この布団の上なんだよね。確かにね。じゃあね、次はね。うん。ラスターね。あ、おひげダンですね。おひげのダンのリズムでございます。でもこれも難しいんだよね。もう、見てわかるのよ。チャートが多いの。コードを変えれば簡単に歌えるんだけど、それでもいい？はい。本当？うん。本当は、このキーなの？うん、わかんないけど。普通に知らないとわかんない？そんな。わかんないと思います。あっちゃ。
え、だって初めてやったでしょ。だって初めてやるのそれすごいと思うけどな。うん、あーちゃんはさすがだね。あーちゃんはこう見ろよ。うん、あーちゃんのね、この後ろから撮ってるとあーちゃんの顔が見えない問題をあれで解決したんだ。すごいね、ありがとう、うん、ちょっと顔が見えるんだ。あーちゃんが頑張って弾いてる顔が。そうなの、距離って すごい顔。うん、怪獣みたいな顔してた。うん、かわいすぎて。あーちゃん、かわいすぎて困ってきた。あー困ってるよね。うん、かわいすぎてさ、ね、生きるのが苦しいだよね。うん、自分のかわいさに辛くなる。大丈夫、ふーくんが守ってあげるから。ふーくんの顔が均衡を保ってるんだよね。ふーくんがブサイクだから、うん、大丈夫。あーちゃんかわいすぎるね、辛いね。辛い。これ普通にさ、2人でオムライス食べ行った時もお店とかでやるのやめない？今ラフターです。はい、だいたい、いい歌だと思う。だいたいラフター。雰囲気ラフター、ね、めっちゃ好きだよ、でもこの歌。うん、よくない？いい。あとはリクエストは、え、いいんですか？ちょっと難しそうなやつあえてないかな。夜にかける1位なんだけど。ああ、ちょ、まあやってみよう、それ。あー、ゆゆうた来てほしい、ここに。なあ。昨日あーちゃんゆゆうたに会ったんだ。ね、会ったよね。マジで嬉しかった。弾き語りをさ、一緒にやろうって言ってくれたんだ。だからあーちゃんゆゆうたと弾き語りできるように頑張る。いいね。あーちゃんのピアノのレベルは全然ゆゆうたさんには及ばない。そっか、でもそんなことないよ。なんかジャンルが違うというか、あーちゃんはさ、うん、感情豊かにさ、ああやって歌うって感じでしょ。うん、ゆゆうたはね、ずっと同じ顔なんだよ。そうやってさ、あーちゃんはさ、このピアノが難しすぎてさ、弾くのをためらっていることに気づいている。話で間を長引かして。そうだよ、話をしてさ、この尺を伸ばしてさ、うん、ああじゃあもう過ぎちゃったから終わりにしようってさせようとしてるんだ。うん、別に君を求めてないけど横にいられると思い出すドレのドルチェアンドガッパンナのその香水のせいだよ。TikTok でさ、流行ったんだっけ？わからん。ポンスもね、最近歌ってるよね。やばい。別にキビを持っててないけど。ドルチェ&刀って言ってた。刀じゃん。ラフターもっと弾けるようになりたかった。弾けるようになりたい。これから練習して、あーちゃん。うまい。手はあんまりわかんない。あ、わかった。いいよ。いきます。ええー。いきます。
なんで？いやもう、うーくんが真剣っていうだけで面白いんだけどさ、ピアノっていうのがまた面白かったんだよね、あーちゃんは。でもせっかくこのでかいピアノあるからやりたいな。そうだよ。あーちゃんもまあ指導したじゃん、少し。うん。家で練習するときはさ、その時はさ、あの、あーちゃんは初めてピアノをやる人にちょっと教えたんだけど、めっちゃ上手かったんだよね。覚えが早かった。でも、なんか弾き語りやってほしいな。弾き、歌い、やっぱ。ピアノだけじゃなくてね。うん。はい。ね。じゃあ考えとか。考えといて。うん。じゃあさ、このあーちゃんのピアノサブちゃん終わりね。うん。じゃあ、またねー。